ドライガーデンの簡単な作り方ということで、今日は石のストーリーを作ってあげるだけなんです。でも面白いですね。人間が作ってるけど自然な感じを演出すると。自然の演出をするわけですね。あんまりこうね、ドメスティックにやっててもちょっと違うのかなと思ったりもするんで、もうみんなで業界を盛り上げましょうということでね。今回はね、ユッカ、アガベ、サボテンの土作り編の続きで、はい、前回の続きですね、まあ、DIY というかね、まあ、このぐらいの範囲にできる、ドライガーデンの簡単な作り方ということで紹介していきたいと思います。はい、お願いします。まずね、石の配置を考えるんですけども、はい、そうだな、ここに石を入れていくわけですね、まあ、この大体これでね25キロから30キロぐらいの石なんですけども、まあ、この石をじゃあここに配置していこうかな。はいはい、まあ、この石の陰にパリが生えてきてるようなイメージ。なるほど。でその石の後ろからこの内輪サボテンが出てくるような、っていうこの感じを出そうと思うんですけども、要は日本庭園の庭石の考え方、はい、あるんですけど、日本庭園の場合、庭石に今顔とかね、まあ、どこから見た方がかっこいいのかとか、ね、結構あるんです。石の向き。そうそうそう。まあ、枯山水においては、まあ、石を例えば砂利が海で、水で、まあ、石をこう丘とか山に例えるとかありますけど、こういうドライガーデンの石の考え方っていうのは。ナチュラルガーデンなんですよ。まあだから山から石が転がってきて、ボトッと落ちて、で長年積みあの土がこう積み重なっていって、っていう状態を作る。なるほど、要は石のストーリーを作ってあげるだけなんです。まあ下手にだからかっこよくしようと思うと日本庭園みたいになってしまうので、まあだから僕の考え方としては、はい、まあ、ここに石がありましたと、ゴロゴロゴロっと落っこってきて、ここに落ちたよ。なるほど。で10年も20年も30年も時間が経って砂嵐やでこう少しずつ埋まっていった感じを作りたいわけです。自然な感じってことですね。っていうことはこんな石の立ち方しないわけです。ちょっと不自然。そうはいはいはい。まあね、転がってきたらまあこうとかこうやって転がっていくわけじゃないですか。じゃあこんな感じで転がって落ちたよというイメージを作りたいと思いますが、石ってそのまま置いちゃうとここに空間ができてなんかそのまま土に乗っかった感じになってしまうので、ここの部分を最終的に土と砂利で隠して埋めるイメージ。なるほど。そうすると重みが出てきます。っていうことは、まあ、この部分を掘っていこうということですね。まあ、上から見たこの形を理解して、なんかその自分のイメージ、ドライガーデンって結構見せるために結構作ってるような感じがしたんですけど、そうじゃないですね。結構自然な感じを演出してるというか。そうですね。だから人工的に作ったよっていう風に作り方もそれはそれでかっこよく作れると思いますけど、あくまでもなんかこう昔からそこにそれが存在してたかのような作り方をした方が、なんとなくこうスペイン人というかね、アースカラーを大事にするスパニッシュ系カリフォルニアの人たちのイメージに合うかな。なるほど。要は自然の中に家を建てる。はい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 。家を建てた後にガーデニングでこう作り上げていくというより、自然と共存するっていうようなイメージの作り方の方が、カリフォルニア系のドライガーデニングなるほどいいじゃないかと思ってます。はい。なんかあのこの前のね、あのオールドタウンオレンジでしたっけ、もうなんか調和してる感じがそうですねやっぱありましたもんね。違うな、あっちはね、あっちは作り上げた感じ。あれは作ってる感じですね。そうですね。はい、カリフォルニアの、まあ、真ん中から北部にかけては、もうこう芝も綺麗に作って、で木もねしっかり剪定して、なんか人間が自然界をこう支配してる感じのイメージ。
パームスプリングスですね。そうですね、パームスプリングスとかアリゾナの方に行くと、どちらかというと自然優秀、そっちが調和してる感じだ、はい、だからあの淡い色使ってたりとか。そうですね、うんうんうん。じゃあこんな感じで、まだこれ持てるかな、よいしょ、よいしょ、うんうん、はいはいはい。でこの前、まあ、石の陰からね、将来パリがこう流行ってくるイメージとかね、うん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 、こんなイメージで、あんまり深く考えてもね、すごくあの混乱しちゃうので、うん、まあ感覚っていうかセンスというか、ね、うん、あと植物とパリとこの石が一直線上にならないとかね、うんうんうん、うん、こっちからちょっと取ってもらって、はいはい、うん、今ねパリとユッカに対して少しこう中心をずらしてあげる、うんうんうん、うん、これが一直線上になると少しなんか違和感を感じたりする、あちょっと人工的な感じが、うん、そう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 、あえてずらすと、うん、はいはい、でこの今ユッカとパリと金シャチの位置関係も上から見たらあの、うんうんうん、ちょっとこう三角なんだけど少し正三角形にならないように、はいはいはい、うん、まあ、金シャチを少しこっち側に移してパリがこっちにいた方がバランスがいいわけですよ、うん、まあ逆でもしっかり、はい、三角形の位置とかも少しこうずらしてやる、うんうん、アンバランスな感じがちょっと自然、そう自然な感じですね、うん、まあ、こんなのを意識してもらって、はい、で最後土でこの石、さっき言った石の内側のへこんでる部分をこう埋めてあげると重みが増すというか、分かります、こうちょっと少し、うん、はいはいはい、うん、なんかちょっと自然な感じがやっぱ出てきてますね、うん、上から石が転がってきてその後に砂嵐とかそういったものの時間が経ってこう少しずつ土が埋まった感じのイメージを、うんうんうん、作ってあげればいいかなと、はい、でこれは大きい石なんですけど、次はねこういう、まあ、細かい石、うんね、細かい石、うん、どうだろうな、今カメラ側から見て奥の石を、そしたらちょっとこんな感じでいいかな、まあイメージとしてはこんな感じにしてこの石を少し重ねて置きたいんですけど、今高さがすごく近い感じになってるので、はいはい、奥を高くしてあげる、手前を低くしてあげる、この石をもう少し深く入れてあげようかな、でこの石が今ロストあたりかぶっちゃってるので、うん、まあ、少しずらして、ずらしの美学、うん、ね、まあ、こんなイメージでちょっと作ってみようかなと思うんですけど、これはこのまま生かして、これを沈めていこう、うん、こんな感じで沈めて、今こんな状態なんですけど、これに土を入れて、メリハリをつけた、うん、で正面から見るロストラータがの邪魔にならないし、はいはいはい、でも空間を少し埋めてあげる、うん、こんな感じでちょっとメリハリをつけて、うんうんうん、あげればいいかなと、はい、通常これで完成でもいいんですけど、はい、まあ、最初の段階で、まあ、こんな石があったので、落ちてきた、これでいいわけですはいはいはい、はい、これこそ自然、なるほど、っていうことですね。でも面白いですね、人間が作ってるけど自然な感じを演出すると、自然な演出をするってことですね、まあ、こういう感じで、まあ本当好き好きですけど、
なんかこう最初の頃よく分からなくて、なんか石ってこうやって並べてっちゃうんです、うんうんうん、それでみんなあれってなると思うんですけど、はい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 、まあ、これね、いろいろちょっといろいろやってもらって、まあ、一番重要なのは三角形のずらし、うん、ね、こう三角形でもその正三角形にしていかないと、うんうんうん、で石とかもあの垂直にならないように少しずらしてやる、うんうん、軸をずらしてあげるっていうのも大事ですね。あとはこう左を高くしてこういうふうに作っていく場合も逆もありますし、で真ん中を高くしてこっちが中ぐらい、こっちが低いとか、うんうんうん、まあ、その辺はね、あのルイ・ヴィトンとかね、ああいうブランドのお店うん、あるんですけど、はい、ブランドのお店の中央とかにバッグとか置いたいじゃないですか、はいはいはい、あの置き方ってすごいちゃんとしたルールがあるんですよ、うん、見せ方のルール、うん、まあ、そういうのもね、よくこう見るようにしてね、うん、ああいうブランド品どういうふうに置いてるのか、どういうふうに置くとかっこよく見えるのかとか、あ、それもガチガチに整ってるわけじゃなくて、はい、そうやってあえてずらしてるあるんですよ。こっちにバッグがあってこの高さに、あ、うん、あのちっちゃいバッグがあって靴があって帽子があるみたいな、はいはいはい、その置き方があるんですけど、ね、この辺はね、なんか黄金比みたいなとかもありますもんね。なんかその芸術性が出る置き方ってやっぱあるんですよね、はいはい、うん、あとボール型って言ってそのに料理に使うあの ボールあるんです、はいはい、ボールを斜めにしたような作り方もあるんです。こういう風に広げていくとね、あ、なるほど、こういう風に、まあそれはね、いろいろもう自分の好きな感じ、うんうん、ショッピング行けばね、分かりますよ、あ、この感じ好きだな、この配置の置き方好きだなみたいな、うん、あ、そうやって意識したことなかったですね、はい、もう全然レベルが違います、うん、ああいう大手のね、ブランド会社の、うん、技術とね、歴史が違いますから、はいはいはい、ああいう配置もね、ちょっと勉強しながら、うん、やっていければいいんじゃないかな、なるほど、はい、でここから砂利を入れていくわけですね。はい。もうなんかすごくかっこよくなりましたね。まあ、あと砂利の色とかね、石は。オーシャンサイドガーデンの動画あるじゃないですか、はいはいはい、あそこにカリフォルニアスタイル、あ、そうです、いろいろ ね紹介しましたよね、カリフォルニアスタイルとか、うんうん、その石と砂利の組み合わせで紹介してる動画があるので、はいはい、まあ、そこ見てもらいながら、ね、昔の古き良きアメリカの西部時代のね、ルート66なんてイメージする場合はアリゾナスタイルっていうのがぴったりくるし、今、うんうん、っぽいサーフカルチャーとかスケーターカルチャーとかね、うん、そういうのが好きな人はカリフォルニアスタイルがしっくりくるんじゃない、はいはいはい、で、まあ、今回はね、これも一応ビーチスタイル系の白い砂利をね、使った、まあ、感じなので、うん、南国風が好きだったとか、まあ、そういう人にも、まあ、このスタイルは合ってくるんじゃないかな、お好みでってことですね、そうですね、あと最近ね、黒い家が流行ってたりするから、うんうん、うん、あのヨーロッパのね、スペインで流行ってる、うん、ブラックスタイル、はい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 、三坂さんが命名したというブラックスタイル、うん、いやいや、はい、まあまあブラックスタイルね、うんうん、まあそんな感じでもいいんじゃないかなと、まあ、すごく綺麗に作るのもいいし、まあ、こういうなんかね、こんなわけのわかんない石がね、置いてあるのもまた、うんうんうん、いいと思いますけどね、これで完成ですか、どうですか、こっちから見てかっこいいですか、いい感じですよ、うんうん、まあ、こんな感じが、はい、今人気の三大植物を使ったドライガーデンスタイルということで、これ30キロぐらいですからね、男の人が気合い入れればこのぐらいまではできますから、はいはい、うん、いろんな人も挑戦してみてください、はい、うん、植物うちで買ってくださいね。
そういえばさりげなく売り込んでますね、はい、うん、買ってくださいね、皆さん、本当に買ってくださいね、かっこいいのいっぱいあるんで。で、水木さんが取引してる会社はね、どんどん突撃で、あの、なんだっけ、突撃編でね。そうですね、突撃編でちょっといろんな業者さんも、あの、ご紹介していきたいなと思ってるんで、はい、はいはい、今、いろいろそっちもね、楽しんでいただけたらなと。そうですよね、うん、なんかこう、和歌山にもいるし、茨城にもいるし、埼玉にもいるし、うんうん、そうですね、もういろんなところにいるので、ね、はい、まあ、一応そこで登場した会社だけは信用できるっていうことで誤解しちゃうからそうですね、はい、もう業界をちょっと盛り上げていきたいなと、はい、食レポで。そうなんですよ、あの仲良くやっててね、こう、うん、こういう土の作り方とか、僕もその水木さんの取引会社さんとは、うん、あの情報共有してますから、まあ、みんなでドライガーデン伸ばしていこうよということで。そうですね、なんかやっぱり今の時代あんまりこうね、うん、ドメスティックにやっててもちょっと違うのかなと思ったりもするんで、はい、もうみんなで業界を盛り上げましょうということでね、やってますんでね、はいはい、こういうドライガーデンをちょっとみんなで楽しんでいければなと思ってますんで、ぜひみんな楽しんでやってみてください。はい、じゃあありがとうございました、今回は。はい、じゃあまたね。またね。